こんにちは、内澤咲です。今日は当学院の特別講師マー先生にお越しいただき、耳つぼについてお伺いしたいと思います。マー先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。耳つぼというと、私はダイエットをイメージするんですけれども、中医学では耳つぼはどのような効果があるんですか？まあ、東洋医学というか、そういう臨床によって、東洋医学の見方ですよね。どこが臓腑の不調があるのか、弱っているかどうか、その耳で分かるんです。そういう体の中で内臓と耳に反応する、反射区がある。反射区が耳にある。診断もできる、そういう治療もできる。まあ、先生は今道具をお持ちですけど、ちょっと見せていただいて。こういうもの、日本は低心というものがね、自分で綿棒でも、柔らかいものが、そういうでもいいし、綿棒でやってみてもいい。そう、なるほど、わかりました。じゃあ、一度私の耳を見ていただいてもよろしいでしょうか？大丈夫です。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと内澤さんの耳も見せてもらって。ここ見たくないね。ここは大丈夫ですね。ここ最小というの、便秘の方がここに見たくなるんですね。ここ。あそこ痛いです。ちょっと反応があるんですね。ここ内分泌っていう。はい。婦人関係の問題とか、ホルモンの問題とか、ここね、更年期とか、ここにですね、ここに反応があるんですね。胃が弱いですね。痛いです。同じが、胃が。痛い。本当に痛めつけてください。痛い。ここも、胃と中二指腸。あなたも一緒やね。ここ反応があるんですね。右側の問題多いですよ、みんな。そこも痛いですか？ここもね、ここは口、ここは食道、ここはいいですね。あ、赤くなってますね。赤いですね。色がね、血管浮いてるね。ここで、いいですか？ここいいですね。ここいいですね。グリグリ。ここは火ですね。ここは肝。この上には、で、上皮腸、小腸、大腸。ここは大腸。大腸はグリグリね。ここは大腸でね。ここは痛いですね。最初と大腸は、多分、大腸の問題がね、便秘とか、あまりね、そういう。心門はどうですか？そうですよね。痛いです。ここは痛いですね。痛い。ちょっと、いろいろ彼女も考える年頃ですので。悩みが。そんなもんですか。まあ、開放的にそういう、こういう自腸で言うんですね。ここは胎自腸で、ここは自輪、ここは胎自輪で。ここは胸腔という頻度早いここにあるんですね。ここは消化器、ここは腎というお口とかそういう肝という肥ですね。ここは骨盤の中という小水晶系とか泌尿器とか、ここは背骨ですね。こういう形になっているんですね。頸椎、胸椎、腰椎、ここね、臀部と足が。骨は骨神経というところ、こういうところは、肩と肘と腕がこうなっている、耳小というところがこうなっているんです。ここは頭ですね。歯とか目とか鼻のところに入っている。なるほど。でこういう形、ありがとうございました。マー先生、ありがとうございました。結構耳つぼ痛いものですね。反応あるところ痛いです。反応あるところ痛いですよね。そうですね。異常ないところは痛くない。痛くない。そんな強く押さない。私は胃ですか？胃が、胃のところが触ったんですけど、胃のところが反応がすごい。全くこんなに痛いとは思いませんでした。不思議ですね。今後の食生活とか気をつけないと。食生活ですね。そうですね。食べ物に対して。わかりました。気をつけます。すごいですよね。こういう知識とか、こういう治療法をもっともっと皆さんにも広めていきたいですよね。
そうですね、まだ未病を治すというか、まだ病気なれない段階で、うん、気をつけばね、はい、体にすごく健康にもいいし、予防医学、予防医学ですね、そうそう、わかりました。熊先生ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。